どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は強くなるウマ娘固有スキル編まとめやっていきます。で、今回の動画では次のアニバーサリーアップデートで固有スキルにも調整が入ります。その一覧をまとめてきたので、よければ動画最後まで見てみてください。はい、で早速いきたいんですけども、まずですね、お知らせでね、いろいろと調整内容出たんですが、そこで結構ねバラバラに表記されて分かりにくいというのがあります。一応おさらいでこうね、公式のお知らせを見ていくと、このようにいろいろな調整項目があって、ずらずらずらっと書かれております。で、今回やる固有スキルっていうところで言うと、ここにも書いていたり、あとね、ここにも書いていたりとかね、そんでこっちの下にも書いていたりとかね、結構バラバラに書かれていて分かりにくいというのがあったりします。なんで今回の動画では分類して解説していますので、よければね最後まで見てみてください。で、一応サムネイルとかタイトルにランキングっていう風に文字が入ってるかもしれませんが、そのランキング要素っていうのは一応この動画は重要そうな順に解説してるので、そういう点というところはご了承ください。一応厳密なランキング表を出すとかそういうわけではないんですが、そういう風な感じです。はい、で、まあ、一応ですね、ウマ娘の分かりやすい解説、しているので、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。あとですね、今回キャラクターがかなり多くて、まあ、頑張って動画作ったので、まあ、チャンネル登録したくないよっていう方も、まあ、高評価だけでもぜひともよろしくお願いします。まあ、これ何言ってるかというと、一応こちらチラ見せなんですけども、一応この条件がね緩和されたウマ娘がこれですよっていう風に表をねまとめたりして、これ一応怪のスキルとかもね書かれてて分かりにくいんで、自分なりに一応これまとめて、さらにこのキャラ割り出したらこんな風になります。なんでこんなに多くとかになっていて結構ね大変なので、高評価だけでもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで早速いきたいと思います。で、まずですね、ちょっと特筆すべきウマ娘がいまして、こちら解説、最初にさせてください。で、こちら待機シャトルなんですけども、固有スキル、今までの条件はこのようになっておりました。最終コーナーで高位置にいると弾めをつけて加速力を上がるということで、まあ、条件は最終コーナーで順位条件があって加速スキルでございました。で、この待機シャトルの固有なんですけども、一応ですね、まあ、丸ゼンスキーの方が強い、赤丸ゼンスキーの方が強いっていうのが一応ありました。で、これは何かというと、待機シャトルの場合は最終コーナーそのものでないといけませんでした。で、マルゼンスキーの場合は最終コーナー以降という文字があって、これどういう意味かというと、最終コーナーでも最終直線でも、満たした時に出るということなので、まあ、その最終コーナー限定である待機シャトルの固有は少し、弱い、そしてマルゼンスキーの方が強いというふうなのが今までの環境でございます。はい、で、次行きたいんですけども、なんでマルゼンスキーの固有の方が強くてねっていう面もあるプラス、まあ、一応使える場所としては待機シャトルの固有はマイルよりも中距離で強いという風になっておりました。なんでそこがね、施設の待機シャトルの、実際の馬であるとマイルでねかなり強かった馬なんですけど、そことちょっとね違うかなっていうところになってます。なんで今回調整入るんですけども、特筆すべきと言ってるところここから話していきます。特筆すべきところとして、まず調整がこちら入るというのがお知らせでありました。まず発動タイミングが調整されますよってあったんですけども、これでマイルにね寄せていくのかなっていう感じです。ですが、プラス特筆すべきところとしてこちらございます。お知らせでその調整項目一覧が出た時にはこちら書いてなかったんですけども、追記がありまして、この追記でさらにもう一種類の調整というのがこのビクトリーショットに入るということが追記されております。なんでここでまず最初に押さえておきたいところなんですけども、ビクトリーショットは2種類の調整が入ります。それが発動タイミング、発動条件という風になっているので、ちょっとね待機シャトルは強くなっていくんじゃないかなとまず思っております。はい、で、文字で書いていくとこちらですね、まあ、タイミングプラス条件ということで2種類の調整が入ります。で、待機シャトルというのはやっぱりマイルなんで、中距離、今までだったら中距離だったんですけども、マイルに最適化されて、まあ、さらに強くなる条件になるんじゃないかなという風に思っております。はい、なんでね待機シャトルは一応追記もあってさらに2調整というところなので、今後も注目していきたい。そして加速スキルでもございますので、かなり強くなる可能性もあるかなと個人的には思っております。はい、で、次にですね全体の解説、こちらの調整が入る全ウマ娘入っていきたいと思います。
次の項目こちらでございます。新規効果追加属重要ランク1というふうに書いています。で、こちらなんですが、以下のスキルに新規効果を追加ということで、プラスの効果がつく固有スキルというのがあります。それがこの5種類の馬娘です。成田ブライアンスペシャルウィーク、アグネスデジタル、アグネスタキオン、マチカネ福来たる、この5人の馬娘は新規効果がつきます。でここ、ランク1っていうふうに書いているんですけども、新規効果追加枠のこのね馬娘たちは強くなるんじゃないかなと個人的に思ってます。でそれが何を言ってるかと申しますと、一応ですね、この新規効果っていうところで言うと、タマモクロス、そしてクリスマスオグリ、バレンタインのチョコブルボン、そして、マンハッタンカフェ、ここら辺は、普通の効果プラス、さらに追加のプラスアルファの効果があるということです。タマモクロスだったら普通の速度スキルプラス加速部分があります。クリスマスオグリや、バレンタインチョコブルボンであれば、さらに回復、普通の速度プラス回復とかね、ハイブリッドプラス回復とかいう風になってます。でマンハッタンカフェであれば、まあ、簡単に言うとゴルシの固有プラスデバフ効果みたいなプラスアルファの効果がついてくるということです。なんで、まあ、一応ですね、この新規効果追加枠の馬娘たちは、このようにね、まあ、タマモクロスみたいに加速がつくとさらに強くなるんじゃないかなというところがまずあります。でさらにですね、この中で特筆すべき馬娘もいまして、それがこちらとなります。スペシャルウィークです。スペシャルウィークに関してはこの新規効果を追加という、ね、項目にまずシューティングスターがあります。でさらに、2種の変更が入るということになっていて、これが発動条件を緩和という枠にもシューティングスターがあります。ここがばらけて書かれてて分かりにくいかったので、今回動画まとめているんですが、スペちゃんだけはこの2種の効果、2種の修正が入るということなんで、まあ、スペちゃんもかなりね強くなるんじゃないかなという期待がございます。はい、で次なんですけども、改めてね今までの条件なども見ていきましょう。先ほどの待機シャトルを見せたところとも、似ています。でスペシャルウィークに関しては、今まではこのね終盤以降で追い抜き、さらに順位条件もあるよという感じで、効果は普通の速度スキルという感じでございました。なんで一応ね固有スキルや、まあ、取るべきスキル、バナナスキルとかいうね動画とかでもいろいろ言ってるんですけども、終盤に、すぐね追い抜いて、例えばね発動しちゃう場合は加速中なのであんまり意味ないっていうね固有でございました。なんですがスペちゃんは主人公でもあるというところと、まあ一応ねその固有がねこれで無駄になっちゃうというところから修正が入ります。でその修正がスペちゃんは2種類入るとこからかなり期待できるんじゃないかなと個人的には思っています。はい、でこのね新規追加属のこういう改めて見ていくんですけども、次成田ブライアンでございます。成田ブライアンは最終コーナーの追い抜きで速度の効果だったんですけども、これにさらに新規効果が追加されます。でこの効果が追加何になるかわかんないんですけども、例えばそれにプラス加速がついた場合はかなり強くなるんじゃないかなということです。はい、でアグネスデジタルもねこういう風に見ていくと、今ねデジタルダートでかなり強いんですけども、さらに固有が強化されます。2回追い抜きという感じで、スペちゃんと、ルドルフのね中間みたいな感じなんですけども、それに何かの効果がつきます。まあこれがですね一応まあ間近で拝むとかなので、なんかねなんだろうな、レーン移動とかかもしれないんですけども、ちょっと追加効果何か分かりませんが、アグネスデジタルはさらに強くなるので、今ダートで活躍しているんですが、まあ、芝も走れるので今後芝のレースでもデジタルの出番はあるかもしれないということです。はい、で次の新規追加枠、アグネスタキオンでございます。アグネスタキオンは回復の固有でございます。条件このようになっているんですが、回復プラスアルファになります。で回復プラスアルファの固有と言いますと、まあ一応いろいろな馬娘いますが、ハロウィンライスとかね、デバフも追加されるとかもあるかもしれません。まあタキオンはなんか例えばね実験でそのね、フラスコ瓶に何かを入れてね、それでデバフとかね何かの実験でデバフしていくのかなというイメージもあったりします。はい、で次、マチカネ福来たるです。マチカネ福来たるはおさらいすると、今までねこういう効果でした。終盤以降で順位条件があって、マイブロックされるということで発動条件でした。でこの効果の部分なんですが、効果は普通の速度スキルでございます。なんで、これですね、福来たるの、固有スキルの説明には、お告げの力で道を切り開くっていう
テキストあるんですけども、別に道を切り開くっていう効果は別になかったということです。普通に速度でした。なんで福来たるに関しては一応この切り開く面というところで、まあレーン移動スキル、横移動をするスキルとかのね、まあ、ステップスキル的な効果がつくのかなみたいな感じです。はい、ということでね、こちらの新規効果を追加される馬娘に関してはかなり強くなるかもしれないというところです。はい、で次の分類いきたいと思います。次がですね、効果量上昇属でございます。以下のスキルの効果量を上昇ということでこのようになっております。これもですね、さっきのこの公式サイトからは、一応この下位のスキルをね抜いていますので、ちょっとどこの項目になってるかわかんないんですけど、ちょっと見やすくしています。ここですかね、新規効果追加にもあるんだけど、あ、ちょっとまあこれはいいんですけど、一応ね見やすくしております。下位スキルは書いてないということです。はい、で効果量上昇属こちらでございます。で効果量上昇属はこの3人なんですけども、この中でも特筆すべき馬娘がいます。はい、それがですねこちらの、赤帝王でございます。この赤帝王に関してはスキルの効果量上昇というところにも絶対は僕だというこういうスキルがあります。でこれスペちゃんと同じく発動条件を緩和というところにも書かれてまして、まあ、ここがちょっとね分かりにくいところなんですけども、2種類の調整が入る、まあ、2種調整属でございます。はい、ということで効果量上昇属見ていきます。まず赤東海帝王ですね、アニメ版帝王です。アニメ勝負服でこちらのスキルなんですけども、まず効果量が上がります。で発動条件も緩和されます。で今までの発動条件はこんな感じで、まあ、後ろにね追いすがっているっていうのがあったんですけども、まあ、ここら辺の条件がまず発動緩和されるのかなと思います。詳しくはね他の動画で言ってるんですけども、まあ、追い越し対象っていうのがあるんですが、まあ、ちょっと長くなるんでここは割愛します。まあ、発動がしやすくなるプラス効果量上昇なので、ここが変わります。まず今ね普通の速度の効果です。これがまあすごくになるということです。なんでちょっと赤と書いて言うはね、まあ、白もそうなんですけども、すごく速度を上げるという固有になってくるので、まあ、例えば今ね活躍しているオグリキャップとかもすごく、あとは皇帝とかね、真意を見よとかもすごくなんですけども、すごく族の固有になってきて、さらに発動条件も良くなるんであれば、赤帝王はかなり強くなるんじゃないかなと思います。はい、で、効果量上昇属なんですけども、次はヒーラーグラスでございます。ヒーラーグラスに関しては一応まあ発動自体しやすいというところあります。まあ普通に追い抜かれたら瞬間に出るって感じです。で効果は、マエストロじゃないな、まあ普通の回復と同じです。まあマエストロと同じなんですが、固有のパーセンテージ分ちょっと増える感じでは、金回復よりちょっと強い効果でございます。でこちらに関しては一応回復が効果量上昇したとしたら、まあ、長距離のレースとかではいいかもしれないんですけども、まあ、どうかなというところです。まあスーパークリークの固有も同様でございます。まあここら辺に関してはちょっと強そうなのが、まあ、固有スキルっていうのは、賢さでの不発がありません。なんで、特にですがオープンリーグとかの長距離走るときっていうので、その回復量が増えるんだったら、その分、スタミナを削ることができますので、オープンの、長い距離のレースでこの2人は活躍する場所が出てくるかもしれないなと個人的に思っております。あと競技場とかでもね普通に強いかなと思います。はい、で次なんですけども、効果時間延長属こちらになっています。まずですね効果時間延長は、固有スキルの中ではこの白マック、アニメ版勝負服マックのみでございます。それが最強の名をかけてでございます。でプラスしてここもちょっと書いちゃってるんですけども、こちらも2種の調整が入っております。まず効果時間延長が入っているプラスこの発動条件緩和というところにも最強の名をかけてございます。なんでこの、白マックに関しても2種調整馬娘という風になっています。はい、で一応効果見ていくとこんな感じです。マックインのこの固有に関しては一応ですね、まあ発動がどうかなっていうところがね言われていました。で今回2種調整入って発動条件も調整入るんで、これも使えるようになるかもしれません。であとは普通にその効果量をというか、効果量ではないんですが、効果時間を延長することによって結果的に強い雇用になると思います。
まあ、これは一応予想ではあるんですが、時間延長なんでこれが6秒とかに、ね、なるんじゃないかなと個人的には思っています。そうなってくるとね、結構使える雇用になるかもしれない。で、発動条件緩和もあって2種調整枠なので、白マックも今後ね、活躍の場面は出てくるのかもしれません。はい、で次の項目いきたいと思います。次が発動条件緩和系です。こちらがかなり多いです。で、これも一応このテキストも見やすくね、下位のスキル外したものでまとめてきているんですが、それでもねかなり、なかなか大変なところになっておると思います。一応これ文字順に、まあ、シューティングスター絶対は僕だ、ボードビルみたいな感じで、文字順には一応表示しております。はい、でこれだとねずらっとなっていて分かりにくいと思います。なんで一応ですね、ここから分類分けしてまいりました。それが最初のねタイトルで言ってた分類でございます。で、まず発動条件緩和族で言うと、この2種調整ウマ娘がおります。で、ここら辺はちょっともう解説したところなんですけども、シューティングスターは発動条件緩和、これね、でプラスあと、あ、これちょっと、あれですけど被っちゃいましたが2種です。ちょっとこれミスです。で、発動条件緩和プラススペちゃんは追加効果枠です。さっき言ったやつね。で、赤手イオは、これプラス効果量増加です。すごく属になるということです。で、最強なんかけてはここにあるんですけども、効果時間延長です。なんでこの3人は緩和プラス、その強くなる、秒数すごく追加効果みたいな感じなんで、この3人がね注目っていうところをこの動画では言いたいということでございます。はい、で、あとはこの中でどういう風に分類されるかっていうのをちょっと最初にこちらを見た方が分かりやすいと思うんで、こちらからいきます。さっきの表にあるウマ娘、この表にあるウマ娘の中で最終直線のスキルっていうのがこの、7人、6人7人ですね、7人になっております。ここら辺が最終直線系です。まあここで軽く言うと、最終直線のすごく、最終直線のすごくでございます。で、他にも、まあ、追い抜きや競り合いという、ね、条件になっています。なんで分類的にはまず最終直線の固有がこのウマ娘です。で、あとは今回発動条件緩和とね、こういう風になっているウマ娘の中をこういう分類にすると、さらにまあカテゴライズされます。で、一応この中には追い抜き系が多いっていうのが、ね、印象があります。最終直線も多いですし、追い抜きで発動する固有が多いです。まあ、それがですね、まあ一応ね、琵琶早秀とかね、後ろから追い抜くとか外、内を追い抜くとかいろいろあるんですけども、追い抜く固有です。で、追い抜き系に関しては結構ね、まあ、カレンちゃんとかが特に分かりやすいと思うんですが、なかなか追い抜くの大変で固有出しにくいというところがあったんで、その追い抜きという出にくいところから緩和されるっていうところなんで、出やすくなってね、強くなるということです。はい、で、あとはさっきのね、多い中では、競り合い系の固有も改善されています。ここで特筆すべきは特に、オペラ王でございます。オペラ王も後から見るんですけども、オペラ王の固有はめちゃくちゃ出にくいというのがありました。競り合い系プラスさらに他のね、前とか後ろとかのね、条件もあるっていう、まあ、かなり出にくい固有だったんで、今回調整されて使いやすくなるということです。はい、で、あとはもう一個の分類なんですけども、加速がついている固有スキルの馬娘たちというのがあります。ここがまあ一応ね、発動条件緩和族の中での注目ポイントで、まずちょっとファルコは別格で置いといてほしいんですけども、ファルコはね、今ねダートでかなり強いです。それは発動タイミングがかなりいいからです。特に逃げに適している位置ということです。で、このファルコ強いのはもう今分かってると思うんですけども、さらにちょっとここ気になるところ、まあ、カレンちゃんもね、短距離でね、強い馬娘の部類だったので、強いのがあるんですけども、さらにですが、この加速族の中で私の注目は、このマヤのトップガンとダイワスカーレット、ここが調整されるのはすごいなと思いました。で、まずマヤちゃんからいきたいんですが、マヤちゃんは星がね、星3じゃないです。なんで、それでみんな持ってる可能性が高い。で、さらにハイブリッドの固有で一応競り合いなんですけども、それで条件が緩和されるっていう場合は、一応ですね、まあ秋七みたいな感じになります。
秋シティに関しては結構ね、まあ、勝ち目がある勝ち筋がある馬娘で、まあ、競り合いなんでね、どのタイミングで出るかとかね、その出るかどうかにもよりますが、出せればねハイブリッドで接続というね効果も、接続をすることもできたりするので強いです。それがこのね星の馬娘で、さらに条件緩和されるとしたら、使えるコースが増えてくるとかね、出せる機会が増えてくるっていうところに期待しております。であとはこのダイワスカレットですね。ダイワスカレットは昔からダスカロケットと言われて、このハイブリッドの接続っていうところを生かして、まあそのね、花に立った時、先頭に立った時に出るんですけど、そのタイミングを調整することによって普通に強い馬娘というふうに使えてきました。でこれはちょっとね緩和で、そのね接続狙えるのかどうなるかによるんですが、もしね、狙えるようであれば、そのね加速の効果がありますので強くなるかもしれないなと思っています。まあ、一応ね、ここら辺の馬娘ね、成長率とかも、まあ、ダイワスカーレットであれば、その根性とかも活かせるかもしれないんで、強くなるかもしれません。はい、そんな感じでちょっとね、長くなったんでおさらいすると、この緩和族はいろんな条件で分けると分かりやすいです。2種がこの3人、最終直線系がこの3、このメンバーで、追い抜き系の固有も調整が入る。で、あと競り合い系が入って、その中で加速ハイブリッドの馬娘もいるというところが特筆すべきところです。はい、でここちょっと長くなんで軽く見ていきましょう。藤木関、こういう調整入るとしたらすごく族なんで、ちょっと使える、さらに条件緩和の話をしているので、出るのであれば藤木関もね強くなるかもしれません。はい、でさっき言ったダスカですね。ダスカはハイブリッドです。加速効果があるのでちょっと注目しています。グラスアンダー、追い抜き系と最終直線両方を兼ね備えております。でこのグラスに関しては後ろの方というね、この条件がちょっと厳しかったりしたので、これがなくなると普通にね速度で使えるかもしれません。で獅子山姉さん、こちらも、まあ似たような感じです。でこれも追い抜いてっていう効果なんですけども、まあ、後ろの方ということなので、まあ、そこら辺の条件緩和されるのであればちょっとね使えるかもしれません。このね後ろの方で追い抜くっていう効果に関しては、そのね加速中に被っちゃうことが多かったりするのでちょっと使えないかなっていうね、それが獅子山の強化だったんですけども、そこが変わる可能性があります。はい、で通常テーマオペラ青なんですけども、これが一応ねここ条件も合わせて見ていくと改めてすげえなっていうところになります。この条件まず見ると、最終コーナーで、順位条件があって、さらに前と後ろ両方に馬娘がいて、で横が競り合いなんですけど、この競り合うっていうのもあって、競り合い横2秒競り合いですね、っていう条件があってマジで出にくいっていうのがありました。まあ、これは一応リアルのオペラ王のね、馬から取っていて、一応オペラ王包囲網みたいな感じでめっちゃ囲まれるって、そっから抜け出すみたいなところを再現しようとしてるんですけども、そのせいでめちゃくちゃ発動しなかったんで、まあ、これが調整されます。なんでまあ一応これもね競り合い系の調整ということの、一つでございます。はい、で次なんですけども、通常エアグループこちら追い抜き系ですね。これも条件が緩和されるみたいです。はい、であとはビワハヤヒデ、これも追い抜き系の中の一つなんですけども、このようにですね、まあ、最終直線追い抜き系競り合い系、特にまあ競り合い系のね、変更っていうのがすごいでかいかなと思っているという感じです。でマヤちゃんに関してはこのような順位、条件になってます。で順位条件がね、まあ、ちょっと厳しかったんで、ここが緩和されるんであれば本当にね、先行でも使えるんだったら先行シチみたいな強さを出せる、さらに星3娘じゃないというところが特筆すべきということです。加速も活かせて接続もできるというところで非常に強くなる可能性も秘めております。はい、で名前順に言ってますが、ライスシャワーは直線です。で抜き追い抜きもあって、まあ、ブルードロジェさんもね出しやすい固有ではないという感じでございます。はい、であとは、こちらの条件緩和系にハロウィンライスシャワーも入っております。ライスシャワーはねこれちょっと読んでもらうと、まあちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあ一応出やすさは出やすいです。順位がまあ2から5なんで広く、そして、まあ、50杯以降とか中盤っていうのは別に、まあ、あんま関係なく普通に、出る位置の問題なの で、まあ、順位状況であと追い越し対象にされるっていうことなんで、これ一応20メートルとかの、ね猶予があったりするんで、まあ、一応出やすいは出やすいです。先行で出せばなんで、そこら辺ただちょっと複雑だったんで、これを緩和されるのかなというところでございます。
はい、で次ウィニングチケットです。こちらも最終直線で、ウィニングチケットはめちゃくちゃ出にくい枠でございます。これ競り合いがあります。この競り合いっていうテキストからで、横ブロック2秒っていうのがね、横2秒が競り合いっていう意味なんですけども、横2秒プラス順位が条件があったりとかでめちゃくちゃ出にくいっていうね、固有でございます。で特に最終直線だと競り合いめちゃくちゃ難しいので、他のね最終直線系も競り合い含めのやつだったら出にくいんですけども、チケゾーはかなり出にくかったんでそこを緩和されます。はい、でカレンちゃんですね。カレンちゃんはこの順位条件部分が厳しかったです。ちょっとその順位が限定的すぎて、ただ追い抜いた時に加速があって接続の可能性があるんで、短距離でもね、まあ、強いかった馬娘です。ただこういう出せればというところだったんで、今回緩和されるんで、短距離ではねかなり、もう一回短距離のねレースがあった場合は見るかもしれません。はい、であとはカーカインプリンセスですね。カーカインプリンセスもチケゾーみたいな感じで、横ブロック2秒、そして最終直線っていうこととかがいろいろ含めて、まあ出やすいわけではない固有でした。まあ一応出るには出たりはするんですけども、そういうところでそれも緩和されます。はい、であとスマートファルコンも緩和に入ってます。これはまあ今回のチャンメでよく見ていると思うんですが、まあ何が緩和されるかちょっとわかんないんですけども、順位条件とかなのかなと思います。はい、であとは耐震も緩和枠です。耐震もまあ一応出るには出たりするんですけども、まあ順位条件がちょっと緩くなるのかなという感じで、まあただですね、耐震の固有結構出たら強いっていうのは一応ありまして、さらに耐震は根性成長率とか迫る影を持っているっていうところで、今後のね根性の調整、今回の動画はまあ関係ないことですが、それも含めてと耐震も強くなるかなというところです。はい、であとはね最後キングヘイローですね。このようにまあいっぱい馬娘がいて、条件緩和されるのはここら辺なんですけども、まあキングに関してはすごく族なんで、まあ、すごく上がる、これが条件がねもっと出やすくなるっていうことであれば、キングの時代も来る可能性があります。ちょっとキングが本当に出にくいっていうところが本当に順位条件のところです。これちゃんみの順位条件ですが、まあ、濃いじゃないとダメっていうところ、そこが厳しかった。それ以外は普通にもしねここの5位っていうのがなければ、まあオグリキャップの固有みたいなもんなんで、今後もしここら辺が緩和されたらオグリキャップになるっていうことです。ちょっとキングの時代ね、リアルの競馬でもね来ていたりするんですけども、馬娘アプリの中でもキングの時代来ちゃうかもしれません。はい、ということで次の項目いきたいと思います。次が最後なんですけども、発動タイミング調整の、一覧がこちらでございます。でこれが最初に言った、待機シャトルも入っております。待機シャトルは2種調整でございます。一応別格という感じです。で発動タイミングプラス条件という2種の調整が入っているということを最初に解説いたしました。はい、であとは鈴鹿さんと、嫁エアグループでございます。鈴鹿さんは一応ね最終直線すぐ入った時に、マイルとかだとまだ加速中なので、それがちょっと、タイミング調整されるのかなと思います。今回ねこのタイミング調整枠なんですけども、それが、まあ、加速後に出せるっていう風になってくると、ちょっと鈴鹿さんを、ちゃんと強くするために考えられている固有になるのかなと思います。鈴鹿さんに関しては一応ですね、大逃げ実装にも関連してくる、さらに根性成長率で次の根性強化にもちょっと適しているっていう感じで、さらに固有がこの発動タイミング調整あることによって使えるようになってくると、まあ相当強くなる可能性もあるかなというところです。はい、であとは最後花嫁エアグループでございます。こちらも発動タイミング調整なんですけども、訓布こちら中盤の速度です。で結構早く出すぎると、まあ一応ポジ機内みたいな感じになってくるんですけども、タイミング調整でまあ例えばですが50倍以降とかになると、普通に中盤の位置上げできる速度になってくるので、強い馬娘になるかもしれません。はい、であとは一応条件の緩和ではないんで、まあタイミングなんでね、50倍以降とか、まあ順位条件もね緩和してくれるとありがたかったんですけども、そういう感じです。はい、ということで最後まとめていきたいと思います。一応今回の動画でも注目してほしかったところは、2種の調整が入る馬娘が別格でいるよというところです。なんで最初待機シャトルを解説いたしました。それぞれの後調整はねかなり多いんで、一つ一つ丁寧に紹介しましたが、最後に2種調整まとめていきます。
まず待機シャトルでございます。待機シャトルは、こちらの調整が入ります。発動タイミング調整、そして発動条件を調整というね、2種の調整が入ります。はい、で次がスペシャルウィークです。スペシャルウィークは新規効果追加枠です。この効果によっては、まあ加速とかがついた場合はめちゃくちゃ強い可能性があります。であとは一応条件緩和もありますので、まあ、どうなるかというところです。まあこれがもしね、新規効果加速だったら、まあドトーちゃんみたいな感じなんですよね。前抜いて終盤以降で、速度と加速だったら、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、条件緩和と新規効果、さらに主人公補正とかいろいろあって強くなる、まあ、強くなってほしい一つの馬娘です。はい、で東海帝王も2種調整でございます。効果量と発動条件でございます。効果量が上がるのですごく固有になります。すごく固有になります。でさらに出やすくなるとすれば、赤東海帝王も強いかもしれません。で最後のね、2種調整枠なんですが、メジロマックイーンの白でございます。こちらは効果時間延長6秒になるかもしれないなというふうに思ってます。でさらに出やすくなるのであれば、ちょっとねここら辺の娘も、登場機会増えてくるかなというふうに思います。はい、ということでね、今回動画、ちょっと長くなっちゃってるんですけども、最後まで見てくれてありがとうございます。今回の動画で固有スキルが調整させるされる馬娘は網羅いたしましたので、ぜひともですね、推しの馬娘いたら、どういう風な調整してほしいとかもね、あれば書いてみてください。ということで、のっちん TV でした。最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっと長いんでね、巻き戻したりして時間ある時にも見てみてください。一応全馬娘の調整入る固有は、この動画で全てわかるように作りましたので、参考にしてみてください。それではね、ウマ娘動画他にも上げてますので、時間あれば他の動画も見てみてください。いや本当にアップデート楽しみです。いやここら辺の固有がどうなるかでね、またね、ウマ娘環境も変わったりね、いろんなウマ娘が見られることが楽しみでございます。皆さんアニバーサリー、期待していきましょう。それではのっちん TV でした。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。